はい、どうも JB です。本日もプロスピースやっていきたいと思います。はい、ということで本日なんですが、一つ更新来ております。イベントスコアバトル開催されました。こちら3日間だけかな、3日間だけのイベント、短期イベントになってるんですが、これね、曜日間違えてますね。3月20日は水曜日です。土曜日ではないですね。ですので、このスコアバトル1ヶ月も経ってないぐらいに2回目来たような形です。前回のスコアバトル来た際に動画として上げてますので、そちらチェックしていただければかなと思っております。で、私今回も青組ですね。4つの、色の組に分かれてイベントを行っていくんですが、これね、1日2回この所持チケット2枚ある分しか、プレイすることができないので、この練習するであったりとか、このステージリストをしっかり見て、どういった課題のもと試合が行われていくのかを理解した上で臨むようにしてください。何もね、分かってない状況でやるとかなりもったいないので。で、この報酬なんですが、累計プレイポイントに応じて、報酬もらえるような形となっております。そこまでガッチガチにやんなくても、3日間、1日2回計3日間しっかりやれば、2日目ぐらいには、2日目の1回目とかそんぐらいにはもう累計報酬すべて獲得し終わると思いますので、毎日欠かさず進めてください。チケットを使った1回の、ポイントの中で最大ポイントに応じてランキングが設定されているような形となっております。その前回がね、ちょっと私1400位とかだったかな、だったので、今回はね、この1000位以内目指してちょっとやっていきたいなと思っております。ちょっとね、青組の方手抜いてください、マジで。前回まあ特訓コーチもらえたんですが、それもいいんですが、まあ今はちょっとエナジー欲しいかなと思っております。ですので、今回このイベント簡単に言わせていただきますと、ステージリストどういった内容かをしっかりと見て、事前に練習をした上で臨んでください。1日2回しかできないので、この貴重な2回のために何も分からずやるのはもったいないので、しっかり練習して臨むようにしてください。はい、ということで本日の動画なんですが、もうすでにサムネタイトル見てもらったら分かるように、イベント2024プロ野球順位予想やっていきたいなと思っております。こちらのイベントなんですが、3月頭ぐらいから始まっておりまして、来たる3月29日の開幕戦に向けて、そこから7ヶ月後のシーズン終了まで、ペナントレースのシーズン終了までに、どういった順位変更あるのか、で最終順位が出てからの、結果発表っていうようなイベントの、プロスピエース上にはあまり見られない長期期間でのイベントとなっております。で、報酬としましては、一切的中しなかった場合、予想が的中しなかった場合でも5エナジー、順位的中数が、増えていけば増えていくほど報酬が良くなっていくような形ですね。私去年2023シーズンはね、多分的中2とかだったんで15エナジーだった形ですね。で、全的中すると150エナジー、 S ランク自チーム契約書、 S ランク、限界突破コーチ3枚とかなりの大盤振る舞いとなっております。ただこれだけではなく、こちらにあるように順位予想限定スペシャルアイコンももらえるような形ですね。パーフェクト的中ですと、このスペシャルアイコンもらえて、セリーグ全部的中した、パリーグ全部的中した、セパの両方の優勝チームを的中したっていうような4種類あるような形ですね。まあこのね、的中のスペシャルアイコンまだもらえてないので、何かしらは取っていきたいなと思っております。一番取れやすいのは、このセパの両優勝チームが的中したやつが一番取りやすいのかなと。2チーム当てればいいだけですので。ただ2023シーズンの順位予想でパーフェクト的中した方は1人もいなかったっていう風に記載ありましたので、ここはね、多分今年狙っていく人は多いんじゃないでしょうか。そしてちょっと先ほども見えたと思うんですが、これが現在3月17日17時前ぐらいの私の順位予想となっております。ただこれはオープン戦始まってからあまり手を入れてないような形ですので、この予想自体は3月26日の8時59分グランドオープン前のメンテナンスが入る直前まではいじることが可能となっております。今画面の横に出ていると思うんですが、これが、オープン戦の3月16日までの結果となっております。まあ、これを見ながらちょっとずつ最終的に、順位を決めていこうかなと思っているんですが、まあ、オープン戦の結果が良かったからといって
ペナントレース勝てるかどうかっつったらそんなに甘い世界ではないと思いますね。現状今私がセリーグで優勝予想している阪神がオープン戦だと全然勝てない、まだ1勝しか出てきてないような形ですし、あとそうだな、パリーグのかなり5位6位とかで西武楽天とかにしてるんですが、オープン戦では西武と楽天は4位と5位、なかなかいい順位をつけてるような形ですので、かなり難しいところではあるとは思うんですが、でこのイベント、ただ自分が予想するだけではなくて、どの球団どれだけプロスピをやってる方が順位予想してるのかっていうのも見れるような形ですね。阪神はやっぱり強いかなと。で私去年2023シーズンがこのみんなの予想に対して順位をつけてたような形ですね。まあ、例えば阪神であれば1位に置いて、広島であれば一番パーセンテージの高い4位に設定して、で DeNA が3位かな、まあ、こういうような形、まあ、現状今そんなような形になってるんですが、全くこれと同じように順位を決めた時に蓋を開けてみたら2チームしか的中しなかったっていう形ですので、まあ、信用もできないのかなと。現状今皆さんが予想してるのと比べてペナントレースはまあ全然違うものになってくると思うので、それも加味しながらやっていきたいなと思ってます。でこのセリーグなんですが、ちょっとね DeNA を3位とかにしようかなって今思ってますね。投手陣というよりかはちょっと、ドラフトであったりとか補強した、野手陣、そちらのね活躍がオープン戦で見れるので、ここがねペナントレース始まってから大爆発してくれれば上位3つの中には入るのかなと思われます。ただでも阪神がね大型補強とか全然してないんですが、その分出ていってないので、また今年も1位は硬いんじゃないのかなと思うんですが、巨人もねまあ行きそうな勢いはあるのかなと。この阪神巨人が1位に接戦になって、ちょっと開いて3位4位横浜広島っていうような形かなと思ってます。これで決定しよう。でパリーグはマジ今一番最初これを決めた時にソフトバンク1位でいいかなと思ってたんですけど、やっぱりオリックス来そうかなと。これが今どう動くのかが今マジで予想どうしようかなっていう形ですね。で3位の日ハムはちょっとこれはかなりひいき目で入れてるような形です。ここはちょっと頑張って上位入りはしてほしいかなと思ってます。でそれに続いてロッテかな。でもロッテオープン戦調子良くないっていうような形ですので、まあ、それでも7ヶ月通してだったらこんぐらいまではいくのかな。本当は多分こうはいくとは思うんですけど、ちょっと日ハムはひいきを込めて3位に入れたいなと思っております。まあ、でも西武楽天はまあヤクルト中日みたいな扱いでこんぐらいかなと思ってますね。でさらにこの、順位予想面白いところで言いますと、相互フォローしてる方の予想を見ることができます。まあ、それでもやっぱり巨人阪神が多かったりとか、まあ、ちょいちょい広島、横浜も上位にいるような形ですね。ヤクルトもちょいちょいいるな。これはどうなんだろう。ヤクルト1位に置いてる人ってヤクルトファンなのかなとも思える形ですね。まあ、それでも4、5、6を見たときに、まあ、中日ヤクルトが目立つかなと。ソフトバンクオリックス、ソフトバンクオリックスロッテでちょいちょい日ハムとか楽天とかが入ってる形ですかね。まあそれでも4、5、6だと楽天、日ハム、西武が多くなってくる。西武多いな。全く同じ予想してる人もいるとは思うんですが、それでも、2023シーズンが的中ゼロだったっていうのがかなり面白いところですね。ですので皆さんも、このイベント、ただ予想するだけ、各12球団を、各順位に設定するだけと簡単にはなってきますので、まあ、7ヶ月後どれだけ的中して報酬がもらえるのかっていうような形になりますので、やらないのはかなり損です。やるだけやってください。やれば最低限5エナジーもらえますので、でそれ以上に当たった場合はかなり報酬としてエナジーであったり契約書等もらえますので、必ずやるようにしてください。で現状の、プロ野球の予想、試合結果も踏まえながら見ていただけますとかなり面白いと思いますので、それを踏まえて、順位予想して3月29日の、開幕戦以降試合を追っていくようにしていきましょう。はい、ということで本日は締め切りが迫った2024プロ野球順位予想ちょっと見てきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。皆さんの順位予想できればコメントとかで書いていただけますと、しっかり見ますのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。